知らせてくれ。 巡礼者には見えない。どうしてわざわざイバルステッドに？天気が良ければ数週間に一度クリメクが彼らに食料を届けている。他には特に変わったことはない。実はあまりよく知らないしな。何を言いたいの？私はあまり上手じゃないの。なんと退屈な会話だ。毎晩限られた数の同じ人たちだけ。娘に手を焼いていてね。失礼があったら許してほしい。演奏を止めてしまったら残念だよ。修道院に通じる道は7000階段と呼ばれてるんだ。想像できるかい？疲労困憊してぶっ倒れずに上までたどり着くのは難しいだろうな。さっさと町を出ていけ。ここには何もない。町の西の端にある墓地には近づかない方がいい。不吉な場所だ。グレイビアードは孤立した地区だ。これまで修道院の外に出たことはないんじゃないかな。時折山頂を目指す巡礼者がここを通り過ぎることがある。ほとんど全ての人ががっかりした様子で戻ってくるよ。これ以上話すことはない。亡霊に取り憑かれているから近づかない方がいい。俺はこの目で確かに亡霊を見たことがある。それに睨みつけられた時、俺の魂まで一気に焼き尽くされたんだ。幸いなことに奴らは墓から離れないようだ。多分見張っているんだと思う。当然俺の仕事にとっちゃ何の助けにもならないがね。誰が亡霊の出る墓の近くに部屋を借りたいと思う？できることがあるなら何でもやってくれ。1、2年前にウィンデリウスとかいう名前の男がやってきたよ。トレジャーハンターみたいなことをしてるって言ってた。たった今警告したように彼にもそこには行くなと忠告したんだがね。次の日の晩、墓から悲鳴が聞こえて、それっきりさ。彼の姿を二度と見ることはなかった。魔法の使い手には全く興味はない。あの類のものは
全く役に立たないからな。ウィンターホールドの遥か北方にいるが、俺にとってはありがたい話だ。市長が王宮魔術師を用意していることさえ気に入らない。もちろん一泊でいいな。お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。他に何か必要なものがあったら何なりと。あの幽霊をまた見てみたい、墓地の近くで。まったくリンリー、ここには近づくなと言っただろう。ごめんなさい、好奇心でつい話を信じていなかったの。もうあそこへは行かないわ。そうならないようにしろ。君の安全を守ると約束しただろう。俺は約束を破るようなことはしない。パストレッドとはもう話したか。7000階段を上がるところか、クリメク。今日はダメだ。ハイクロス側に登る準備ができてないからな。あの道は危険だ。グレイビアードはそれを待ってるんじゃないのか。はっきり言うと、わからないんだ。修道院に入ることをいつ許されるのか。いつかはそんな日が来るといいんだ。ハイクロス側に向かう途中か。俺もそこへ届け物をしに行くところなんだ。あそこには何度も行ったが、グレイビアードの連中は一度も見たことがない。気にしてなかっただけかもしれないがな。スームを極めると一言つぶやくだけで相手を殺せるらしい。まあそんなことはしないだろうがな。連中は平和的に見える。だが刺激はしない方がいい。捧げる食べ物は大体干し魚と塩漬け肉だ。長持ちするからな。グレイビアードはあまり外に出たがらないんだ。わかるだろ。そこは合意の上ってやつかな。つまり少しの保存食で金を取るのは悪い気がするからな。問題は俺の足が昔のように動かず、7000階段を登るのがしんどいってことだ。本当か。それはありがたい。この袋に供物が入ってる。階段を登りきると奉納箱があって、袋を箱の中に入れれば終わりだ。そうだな。時々狼の群れやはぐれ狼が出るが、それくらいだろう。あんたには大した問題じゃないはずだ。あとは足元に気をつけることだな。雪が積もってると階段が滑りやすいから。気をつけろよ。
ライフロス街への道に向かうなら狼に注意してくれ。この上で時間を過ごすのが好きなんだ。この階段を歩き、氷床について瞑想する。その道中で獲物を仕留めるのも悪くない。彼らは来訪者があるようなタイプではないからな。でもいずれにせよそこまで上に行ったことはない。そこまで行く人々が彼らのために食料や必需品を置いていくんだ。でも彼らは何も話さない。ああ、僧兵がそんなことをするとはおかしなものだ。どういう意味があるのかな。わかった。ハイフロス街への道に向かうのなら狼に注意してね。階段を歩いたり氷床の上で瞑想したり、数年おきにこの旅をしているの。ただの巡礼者よ。そういうことにしておいて。その時ちょうどイバルステッドの外にいたの。興奮したわ。こんなこと何世紀も起こっていないんだから。うん、
時代の変わり目にドラゴンボーンが現れる。まずお前が真にドラゴンボーンかどうかを確かめよう。我らにお前の声を味わわせよ。恐れなくてもいい。お前のシャウトが我らを傷つけることはない。我らを声の力で撃て。お前かドラゴンボーン、ハイフロス側へようこそ。私はアンゲール氏、グレイビアードの声だ。伝えよドラゴンボーン、なぜここに来たのか。ハイフロス側にドラゴンボーンを迎えられて光栄だ。己の運命を遂げるために恩恵を使うにはどうするべきか、我々が最善を尽くしてお前に教えよう。それはお前が見つけるべきものだ。我らは道は示せるが目的地は示せない。お前以前の竜の血脈たちを導こうとしたグレイビアードたちと同じく、我々もその道へとお前を導くためここにいる。お前が初めてではない。アカトシュが初めて浄妙の者にその恩恵を授けてから幾人もの竜の血脈がいた。だがお前がこの時代で唯一のドラゴンボーンかどうかは我々の知るところではない。任されたのは今のところお前だけだ。それしか言えぬ。我らはグレイビアード、声の道の信徒だ。お前が立っている場所はキナレスの聖なる山の山腹、ハイフロス側だ。ここで我らは空の声と通じ、内なる自分と外なる自分の均衡を得ようと励んでいるの。確かにドラゴンボーンであるようだ。内なる恩恵がある。だが示された道を進むための自制心と気質は備えているか、それはまだわからん。鍛錬がなくともお前は声を吸う、シャウトとして放出するための一歩を踏み出している。ではお前に修練を受けるための意志と能力があるか見せてもらおう。叫ぶとき、お前は竜の言葉で喋ることになる。お前の竜の血脈が力の言葉を学ぶための内なる力を与えているのだ。全てのシャウトは3つの力の言葉で形作られている。言葉を一つずつ習得していけば、お前のシャウトも順に強くなっている。今度はアイナース氏が揺るぎなき力、2つ目の言葉、王をお前に教える。王とは竜の言葉で均衡を意味する。これをファス、力と合わせることでより鋭くスームを研ぎ澄ませる。これで死のように新たな言葉を覚えた。力の言葉について学ぶことはまだ最初の一歩に過ぎない。それをシャウトとして使うには、まず絶え間ない鍛錬を通してその意味を探らねばならん。まあそれは我らがシャウトを学ぶ方法だ。ドラゴンボーンならば倒したドラゴンから直接その生命力と知識を吸収できるだろう。入門の儀式の一環としてアイナース氏が彼の持つローの知識を授ける。力を使って打ち倒せ。ビッロサーフォースロー
くやった。ではもう一度だ。ロクサーフォースロック。覚えが早いな。もう一度だ。ロクサーフォースロック。大したものだ。お前のスームは正確だ。これからが楽しみだな、ドラゴンボーン。自分で書いたお便りコーナー。予想を裏切らない、住所不定無職、治療術師の子、推定12歳さんからのお便りです。ヒロインはなんで帝国軍に捕まったんですか？国境を越えようとしてたみたいですが。おっと、これは予想外の質問ですね。ヒロインが帝国軍に捕まったのは、死体がいくつも入った麻袋を抱えていたのが決定打です。死体は墓から掘り起こしたり、その辺に落ちていたものを集めただけです。あっちの世界の母がいたという、シロディーユへ行く途中でした。国境付近でストームクロークと帝国軍のドンパチに巻き込まれ、所持品を改められて御用。そして、治療術師の子一へと繋がります。質問コーナーでは、いつでも皆様からのメッセージを受け付けています。何か聞いてみたいことなどがありましたら、質問コーナー宛てにメッセージを送ってください。コメントでも OK です。それでは、素敵な死体と遭難できますように。